早いスタート。パンクランダのチャンスがあるんじゃないですか。3人、ハトが長くに走って、飛ばしてきたり、大チャンス。取り組み自体が初めてだったし、そのコロナ禍で人数制限とかがあって来れないっていう状況を言ってたので、まあ、来てもらった際にはスタジアム体験の価値を、ね、高めたいなって思ってたんで、それを音声コンテンツを掛け合わせることで実現したいなって思ってたんで、それが今日の反応を見てると割とできた部分あるんじゃないかなとは思ってます。はい、DJ の紹介があるとか、サポーターの方の応援があるとか、そこにこうどういうふうに寄り添っていったらいいのかなっていうところを探り探りだったんですけど、スターティングラインナップの発表になりますんで、ちょっとその雰囲気もね、味わいながら、そうですね、進めていきたいと思います。気が入ってませんこと、はい、あ、気合の入った選手紹介が始まりまして、サポーターの本日に溜まってますけど、最初、音声が全く聞こえなくて、特に後半こう仕掛けてみたりシュートの選手を見ていて、山本らしいドリブルスカウトが幅広がったことは、こんな時選手はこんなこと考えてるんだろうなとか、そういうなんか選手の気持ちが分かるというか、もっとなんか身近に感じることができて楽しかったです。点取った後なんで、ヨンホ選手も多分経験ありますし、あえて時間作ってる感じは全然あるんで、ブスはもうそのゆっくりしてたらめちゃくちゃキレられるんで、フルトハルちょっと今行ったり来たりで相当息上がってるんで、休憩してるだけです。かっていう不安も若干あったので、はい、そこのリアクションが3万いいねぐらいまでは確認できたので、ガンバクラップする前にいいねでありがとうっていう風な表現という風に受け取ったので、一緒になって番組を作ったみたいなところの達成感もあったので、こういう取り組みっていうことをやっぱりもっと広くチャレンジしたいと思っていますし、そこに向けて、自分としても今回も本当にチームのメンバーで一緒に取り組んだんですけれども、チームとしても自分としてもよりこの事業を発展させていけたらなというふうに思っています。はい。